関羽が在神、軍神がどうして商売の神様になったのか調べてみよう。三国志で関羽といえば武勇の人物、また同時に真偽に厚い人物という印象があるかと思います。それ以外で言うと、とてもひげが長くて立派な人というイメージもありますね。しかし中国ではこれらの関羽のイメージとは少し違う在神関羽という存在でもあるのです。在神とは簡単に言うと商売の神様。どうして関羽にそんなイメージがついてしまったのか、今回はそれを探っていきましょう。在神の逸話はソロバンから。よく耳にするのが、関羽がソロバンを使っていた、関羽がソロバンを生み出したという伝承ですね。関羽は劉備と出会う前に商人をしていて、その時から愛用していたという話もあります。しかし残念ですが、関羽が計算などに利用していたと言われるソロバンは、三国時代より前からすでにローマや中東経由で入ってきていたという話もあるようで、関羽がソロバンの発明者というのはあくまで民間伝承のようですね。その一方で、この伝承は中国でもよく知られている逸話の一つで、鑑定廟を見てみると至る所にソロバンが彫り込まれているのを見ることができます。あくまで伝承ですが、この説がとても親しまれて愛されている証明でしょう。関羽の出身地に謎の鍵あり。しかしそうなると、関羽が在神となった経緯はどこからなのか。そこで謎の鍵を握るのが関羽の出身地です。関羽の出身地は現在の山西省雲城市。ここには中国最大の縁故である海地が近くにあることもあって、関羽が商人をしていたと言われる時に、ここの塩を販売する塩商人であったと言われています。そしてさらに、ここでの伝承をいくつか見ていくと面白いものがありました。魏の人関羽。三国時代当時、ここには暴利を貪る塩商人がいて、民衆はとても困っていました。そこで現れたのが関羽。当時はまだ別の名前だったといいます。彼は民衆を助けるために塩商人を殺してしまいました。しかし悪人であっても殺人は罪。彼は故郷を追われて名前を変え、関羽と名乗って流れに流れ、そうして劉備、張飛と運命の出会いをしたというのです。武勇に優れ、そして義に厚い関羽ならやりそうだと思う伝承ですね。とてもドラマがあって素敵な伝承だと思います。そしてもう一つ、塩商人たちから生まれた面白いエピソードもあるようです。真偽の人関羽のイメージ。関羽は山西省に住んでいる人々にとって英雄でした。まさに地元の英雄、それも全国区のような存在です。そしてその存在にあやかろうと考えました。そう、関羽の真偽の人のイメージを最大限に発揮したのは、ある意味でここから始まったと言っても過言ではないかもしれません。関羽の存在を商売の神、在神にすることで商売の信頼性と結びつけたのです。商売でも信用が大事。そこで関羽を祀ることで、その真偽にあやかろうとしたのでしょうね。もしかしたら真偽の人である関羽のイメージを自分たちの商売と結びつけようとしたのかもしれません。とにかくこの関羽のイメージは強くなっていき、関羽といえば軍神だけでなく商売の神様、在神というイメージが新しく根付かせられたのだと思います。何しろご存知のように、関羽の存在はほとんど信仰として各地に広まっていますから、これも各地で取引して回る商売人たちの功績あってのこととは言えないでしょうか。そうして三国志の関羽という人物像だけでなく、商売の神様関羽の存在が広がっていき、鑑定廟は今や日本にまであるように、関羽の存在に新しいイメージもつけられたのです。このために関羽は民衆にも大人気の身近な英雄としての一面も生まれた。そう考えると関羽の人気も納得ですね。三国志ライター千の独り言、今回は関羽の別の一面である在神について調べてみました。しかし見ていると、関羽はやはり民衆に深く愛され敬われている存在でもあるのですね。三国志演義などで見るとかなり厳格に感じる関羽ですが、それでもやはり関羽は英雄、そんなイメージが強いのでしょう。関羽の新しい一面、それは民衆から広く愛されているという事実を
一層分からせてくれるものだと思いました。